ホッサマグナミュージアムは、新潟県糸井川市の三山公園にある、糸井川市立の博物館。糸井川市は、糸井川静岡構造線の直上に位置し、極めて多岐にわたる種類の岩石、鉱物、地質構造等が観察できる場所である。ホッサマグナミュージアムは、こうした地域の特徴を生かし、1994年4月25日にオープンした。 糸井川から東部に広がるフォッサマグナに関する展示、糸井川やその周辺地域から算する鉱物、化石、岩石の展示を中心に地球の進化などを学習できる展示内容となっている。屋外にも大型の翡翠の原石などが並べられ、収蔵品の種類や形態も様々。稼働状態のウィーヘルト型地震計も見ることができる。鉱物標本を扱うミュージアムショップのほか。 有料ではあるが、粉末 X 線解説装置や操作型電子顕微鏡による鉱物鑑定を代行するサービスもあり、アマチュアの鉱物研究家には貴重な施設である。2014年9月8日から常時展示室リニューアルに伴い休館していたが、2015年3月14日の北陸新幹線糸井川駅の開業に合わせて、2015年3月9日にリニューアルをオープンした。 当館は、長者家原稿古館や遺跡公園、各種スポーツ施設、キャンプ場を有する三山公園内に位置している。ありがとうございます。